ゃあラーメンはどうですか。ラーメンは好きです。おお、よかったよかったですね。じゃあ、あのスイーツは好きですか。スイーツは好きです。でもスイーツ関係なくないですか。今日ラーメンですよね。行けば分かる。え、なんですか。説明聞いてないですよ。いや、まあまあね、行けば後々分かります。え、もうじゃあ早速行きましょう。はい、行きましょう。はい、お腹空いた。狭いんでびっくりしたんですよ、これ。異常に狭いんでね、この店。狭いな、これ。さあ、そんなわけで今回3人が訪れたのは田中隆が一押し駒込の名店、麺屋かぼちゃん。店主を務めるのはこの男、通称かぼちゃん。もともとはいわゆる食べ歩きマニアのサラリーマン。そんな彼が溢れ出すラーメン愛を抑えきれず脱サラを決意。開業したのが2013年1月。代名詞は独自ブレンドした味噌だれと多様なスパイスが完璧に調和したスパイシーな味噌中華そば。美味しいものを味わい尽くし、真摯にラーメンと向き合ってきたかぼちゃんだからこそひらめいた、まさにオリジナルな一杯。舌と鼻孔を強烈に刺激する、そのエスニックな味わいとは。ではでは早速レッツムエーン。お待たせしてます。来ました。ぜひお待たせください。はい、ありがとうございます。これですよ。香りがね、はあ、いいねします、ね、ラーメン屋さんとは思えない香りが、うん、あ、でも私が今まで食べたラーメンの感じとは確かに匂いが違う気がします、ね、じゃあ早速、はい、いただきます。いただきます。スープからいきましょう、はい、これ、はい。うんうん、これは、うん、ね、ラーメンっぽくない。ラーメンっぽくないでしょ。なんかちょっとカレーっぽい感じ。そう、はい、ね、初めて、うん、ちょっと辛いけど、うん、大丈夫ですか。全然大丈夫です。程よいからさ、うん、スパイシー味噌中華、うん、はい、いや、ベースは味噌なんだけど、うん、はい、この味噌をね、3種類、うん、ほんと麦味噌だとかこのいろいろ混ぜて一番美味しいこのね、やっぱこれもほんと味噌だけでも普通にちょっと普通の味噌ラーメンとはちょっとブレンド変わってますもんね、うん、独特なブレンド、はい、3種類のこのブレンドで美味しさを組み立てたり、うんうん、あとやっぱりこのスパイシーな感じですよ ね、 そうですね、これが変わることですね、はい、合うんですよね、味噌にスパイスって合いますね、ね、こうちょっとこうエスニック的な感じになりますね、なりますよね、うん、これはうまい、やっぱりいいですね、さすが、これはうまいですね。すごい。ね、だからやっぱ本当ラーメン以外も食べ歩くすごいあの、はい、食通なんですよ、はい、店主さんが、だからこういろんないろんな料理の要素をね多分入れてきたと思うんですよ。最初に味噌ラーメン出すってで食べた時もう本当びっくりして、いや、これはうまいなって、ね、じゃあ麺もいっちゃいますか、もうそろそろね。ああ、いいですね、これ、うん、結構ね、あのエッジがしっかりしたあの細麺だけど、で角がしっかりこうね、分かる感じの、うん、ね、ちょっとコシを残す感じの、うん、うまい。で、作るとこ見てました、はい、見ました。あの、もう明らかに普通のラーメンと違う作り方してたんですよ。ん、それは感じなかった。本当ですか、はい、あのね、こう麺茹でたでしょ、はいはい、茹でて、ちっちゃい鍋の方にもう一回麺を入れたんですよ、はい、だから煮込んであるんですよ。普通煮込まないんで、普通、あ、そうなんですか、煮込まないです、普通は、普通は湯切りしてそのままこう、はい、スープにね、そう、器にもう入れちゃう感じですけど、うん、そうなんです。だからそのスープも吸ってるんですよ、はい、だから一体感があるけれども、はい、結構麺がしっかりしてるからちゃんとそのエッジも残ってる感じのね、はい、まあそうですね、はい、これはやっぱりすごい美味しい。エッジ好きですか。エッジ好きです。あ、これは美味しい。あ、いいですね。美味しいです。やっぱこの煮込んだ感じが効いてますね、うん、そうですね、このスープと麺がね、まさにこの一心同体みたいになっちゃいましたね。中岡、うんうん、さん、うん、好きな食べ物ってあるんですか。シソです。シソです。シソ、シソが大好きなんですよ。あの、はい、シソだけ食べないでしょ。え、シソだけの時もありますし、常に冷蔵庫にはシソがあって、それを洗って刻んで何でも食べるものにかけて。なかなかシソピンポイントで来ないです、はい、なんかね、あの、まあ、お肉が好きとかね、なんかそういうのが来るかなと思った、はい、前は何がお好きだったんですか。
納豆です。納豆にもでもしそは。そうですよね、はい、これちょっとこれ納豆として入れた方がいい。そうですね、納豆も合うと思いますよ。合いますよね、しそも入れるとね。これいいです、合いそうですよ、これ、はい、これちょっと来週から商品化してもらえたら。カーゴスペシャルで何かあります。でもせっかくこのラジオを楽しみたい。チャーシューも、チャーシューもこれね、2種類ね、だしですよ。この弾力ね、かぼちゃはとにかく、まあラーメン好きなんだけど、とにかく肉が好きで、好きそう。チャーシューにはものすごいこだわりがある。美味しい。そうなんです、ね、もう肉好きじゃないとこれ作れないです、はいね、結構分厚いですしね。分厚いです。これだけ入れてね、原価計算とかまた、ね、またこんなになってきちゃったら、リアルな、チャーシューって、焼き豚と煮豚、なんか種類があるんですか、いいとこに普通ね、焼き豚って書いてチャーシュー、ね、そう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 、なんですけど、ほとんどのラーメン屋さんは焼き豚って書いてあるのに、チャーシューって言ってるのに煮豚なんですよ。煮てるんですね、はい、でもこれは、焼いて作るっていう本来の作り方なんですね、やっぱ焼いてるとね、旨味がもうあんまり外に出ないから、ギュッと閉じこもった美味しいチャーシュー、もう焼き豚ね。じゃあ本当に肉好きだから。そうなんです、そうです、もう手間かけてもやるんです、これは。これ勉強になります。試験に出るので出ます。じゃあ続いて、鳥の方も行ってみたいと思います。美味しい、なんかプリプリしてる、ね、パサパサしてる、いわゆる低温調理ってやつ。そうですね、はい、100度にしないで、低い温度で60、70度でじっくりこう時間をかけて煮込んで、こっちは煮込んでる方なんですけど、はい、そうすることによってしっとりとした感じで仕上がるわけですね。こういう一つ一つがもう全てに手間かかってますね。かかってますね。これもでも本当やっぱいろんな料理を食べ歩いてるからこそのやっぱっていうのがあるんですよ、食通なんです。でもグルメって言ってね、嫌なんですよ。なんでですか？食いしん坊だから。かわいい。僕は食いしん坊だ。かわいい。なんか味噌とスパイスとこう、こう交互に来る感じで。はい、全然飽きないんです、ね。飽きないです。このところがこのかぼちゃのすごいところ、ね。そうなんですね。やっぱそのね、例えばカレーラーメンとかだとやっぱ単調でね、はい、あの途中で飽きちゃうとかってなるんだけど、この味噌ラーメンとかもね、この単調な味じゃないから、やっぱね、この本当その交互にね、味噌とスパイス出てくるみたいな、やっぱそれがやっぱね、この最後まで飽きさせない、だラーメン好きな人ねだけだったらこの味にはならない、ね、はい、今回僕のね一押しのラーメンね、はい、これもう美味しかったじゃん、これこんな食べたのね、はい、すっごいもう僕の一押しですから、ね、はい、僕のお気に入り、はい、まあ、僕もね、あの一番最初の時にこう取材をね、はい、そんなちょっと2人でこう取り上げてくださいよ。もう僕のかぼちゃなんで、わかる、みんなのかぼちゃです、ね、みんなのかぼちゃです、はい、みんなのかぼちゃです、ね、美味しかったですよ、ですね、本当に川子さんのかぼちゃでもあります、はい、はい、今日からそうですね、はい、一気に取られました、みんなの、はい、すいません、勝手に美味しい、ね、美味しいですね、